本院神楽というのは、そもそも、修験者の方が、伝えてきた、神楽なんですが、そちらを、里に住んでいる方に、伝承して今回のスタイルになっているんです。小松町内に伝わの里でそれぞれ奉納してたんですが、3.11 の東日本大震災において、神楽保存会の防具全て失いましたし、奉納していた地区も、全壊というようなことになりまして、正直もう廃絶するのかなと思ったんですよ、うん、でその中で、仮設に入る前の段階ですね、まだみんな避難所にいる段階でお神楽が見たいんだっていうすごい要望がありましたし、で全国からの励ましのメールや、掲示板への書き込みっていうのがたくさん来てたんですよ。復興に勢いをつけるんではないかというふうに我々は思いまして、奉納することを決定いたしました。足がすくみました、はい、みこし担いでる方々の姿を見ても全身から喜びが溢れ出てるような感じですし、やってよかったというのと嬉しいというのと復興頑張ろうというのと残った道具も復活させようという決意を新たにする日になりました。逆に今度神楽だけが復興しても地域の復興との足並みが揃ってないとちょっとまずい。なのでここからは駆け足ではなくて、もう一歩一歩ちっちゃい歩みでもいいので、それで復興を目指したいと思います。